者がおりまして、少し重い鍵盤をこうやって一生懸命叩くことで、ようやくあの高いところにあるベリが鳴らせるんですけども、そこを機械演奏にすることで、今の曲のような少し速い曲でも演奏ができるようになるわけです。それでは、いよいよ最後の曲ですね。時計反対。やっぱり。